かし、たった一人で七に踏み込むとは。七であろうが、そこに道があるだろう。どこまでも突き進む。それが、大都会という音だ。なおもしれん。行くぞ。お前程度の体術使いならば、戦乱の時代にごまかせるか。所詮、お前はぬるい世界のぬるい人に、拳も意志もすべてぬるい。こいつ、俺の体術を受けてはプレゼント。気づいているのだろう。そんな生半可な攻撃では俺に致命傷を与えられんぞ。さあ、もっと踊ってみせる。なるほど、少しは意地を見せたか。よかった、間一髪だったね。多少は踊れたようだが、俺には通じなかったな。さて、これからどうする？さすがにもう手も足も出ないか。今の俺で手も足も出ないのなら、次の俺で戦えばいい。それだけだ。どういうことだ？この葉の青き猛獣は終わり、赤き猛獣となる時が来たようだ。ガイ先生、まさか指紋を？ダメだよ、それは。誰もそんなこと望んじゃいない。あれは君の命を引き換えに。いいえ、俺が望んでいるんです。ガイ先生、ガイ先生にとって今が本当にその時なんですか？お前はもう見せてくれたからな。たとえ忍術や幻術は使えなくても立派な忍者になれることを証明したいですか。まったくいい目標じゃないか。頑張る価値のあるいい目標だよ。だからお前も自分の道を信じて突っ走ればいい。俺が笑って見てられるぐらいの強い男になれ。ガイ先生、認めてください。今こそ自分の忍道を貫き守り通す時。この強き体は母からもらった。青春の炎は父からもらった。敗北の悔しさは友からもらった。そして己の忍道を守ることの大切さは
お前からもらった。満足だ。あとはそれを最後まで守り通す。リーよ、俺の背を見ておけ。それがお前に課す最後の修行だ。おっせ、証拠りもなく。心よ燃えよ、魂よ吠えよ、今こそ自分の大切なものを死んでも守り抜くとき。第八指紋開。八指紋遁光の陣。が尽きるのが、どちらにしても、これが最後の戦い。その拳を震えるように存分に楽しむ。
うわっ。